好きな国、ありますか?。好きな国は行った。外国行ったことないんですけど、<laughs> はい、行ってみたい国はイタリアと。と <laughs>、スペインです。結構素敵な国でした。人が優しいから、好きです。なるほど。なるほど。

僕はアメリカと日本が好きです <laughs> アメリカの特にどこの場所が僕は LA のカルチャーに興味があるんでそっちのなんかちょっとゆったりしてる雰囲気とかを味わいたいんでそっちが好きです好きな国ありますか 2>, 2年ぐらいオーストラリアに住んでたんですけどオーストラリアが結構好きでしたねオーストラリアのどこですかブリスベンですブリスベンはい。どうでした日本との違いを教えてください 仕事よりもやっぱりあ何だろう休みの方が充実してる感じ。日本はやっぱり仕事の時間が長い。<laughs> 好きな国ありますか。好きな国はタイですかね。タイ。はい。あ行ったことあります。ありますあります。三回ぐらい。三回ぐらい。はい。はい、本当に安くて美味しいご飯が食べれるのと、いろんな遊びもできるのでおすすめです、ね。はい、確かに日本人にとっては日本語喋れる人も多いし、日本語の表記も多いしそうです、ね、楽かもしれないです。日本人にとっては。 人もあったかいですしね。<あ>なるほど。好きな国はありますか。えっとイタリアのベネツィアに行ってみたくて、はい、そのアニメが結構好きで、はい、ジョジョの奇妙な物語っていうのの5部が舞台がベネツィアで1回映像で見てすごい綺麗だったんで死ぬまでには行ってみたいですね。フィリピンです。フィリピン。はい。フィリピンとのハーフなので1回行ったこといや結構行ったことあるんですけど、うん、あの結構素敵な国でした。 人が優しいから好きです。なるほど。なるほどえっと、これからフィリピンに住む予定とかってありますか、将来。住む、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんになったら。いいかなって思います。んですかうん、物価が安かったり。るする。好きな国ありますか。えっと、僕、実はアメリカに4年間。シアトルに4年間住んでたんで。なんで、アメリカやっぱ好きですね。えっと、日本とアメリカ、どっちのが。住みやすいと思いますか、自分的に。 やっぱ人の温かさとかでいうとやっぱアメリカとかの方がそれこそあのやっぱくしゃみ一つした時にやっに「ブレスユー」って言えるとかアイコンタクトした時にやっぱこうにニコってこうスマイルが送れるところとかもやっぱアメリカの好きなところなんですけどやっぱでも僕アメリカに行って危ない経験とかもしてるんで安全面っていう意味では日本なんですけどちょっと難しい質問ですねだからどっちも知ってるからこそちょっっとははききりり言えなない好きな国はありますか好きな国は一応僕カナダが好きですね。 で僕、スノーボードすごい好きでやってて、雪がなんだろうな、めちゃくちゃ降るのと、なんだろうな、僕行ったらウィスラーってとこ行ったんですけど、なんですかね、本当、童話に出てくるような世界観みたいな感じなのがめちゃくちゃ、なんですかね、行って食らいましたね、結構。タイとかフィリピンとか、あと韓国とかも結構行きたいですね、行ったことなくて、僕、アジア系はあんま行ったことないんですけど、韓国とかはカジノとかできるじゃないですか。 日本ででできききななないいいことやっっぱりやりたいなっていう好好国はありますすか、はい、台,湾台湾が好きですねドミトリルームで一緒に泊まった台湾人いるんですけど、うん、なんか帰る日にすごいお土産いっぱいくれて<ー>なんかあったかいなって外国行ったことないんですけど <laughs>、はい、行ってみたい国はイタリアと <laughs> いいスペインですお母さんが新婚旅行でスペイン行ってなんかめっちゃバルセロナが一番いいって言ってたんで行きたいです <laughs> バルセロナなるほど 好きな国ってありますか好きな国はアメリカですアメリカはい NBA が好きでよく見るんですけどだからアメリカが好きですどこのチームがえー、今はレイカーズをしていますえ日本で NBA 好きな人って多いと思います、はい、それとも結構少ないと思いますタオだンダシとかいや結構多いと思います思いますか、はい、好きな国ってありますか好きな国私は旅行でバリ島に行ったんですけどそこが すごく良かったので好きな国の一つです、ね。インドネシア。インドネシア。なんかどんな感じでしたバリ島は？ええなんか時間の流れがゆったりしててこう日本と違ってこうせかせかしてないというかのんびり過ごせるような場所でした、うん。私は結構ベルギーにちょっとだけ留学してたことがあってすごいそのいろんな人種の人とか言語の人とかなんかこうビーガンの人とか。 日本と全然違うなっていうのがすごい面白かったので、うん、なんか全く違う国として面白いなって、えっと、ベ,ルギーベルギーに行こうと思ったきっかけはあの留学しようと思っったきっかけは何,ですかあ何個かあるんですけどまあその一つはヨーロッパに行ってみたかったっていう、うん、単純にあるしあと英語がやっぱりその公用語じゃないので、うん、だからこそこう英語が堪能じゃない人にも割とこう寛容ないろんな言語に対して寛容なところがこう。 すごい日本だと日本語がメインなのでなんか違うところ、うん、いろんなものが混ざってていいなと思って今までで一番好きな国教えてください今までで一番好きな国教えてくださいイ、はい、インドですねインド、はい、カルカッタから入って、えっと、その後ネパール行ったりしてバラナシとかあとアグラとか行ってそのまだその何も確立されてないというかまだこう作り途中な国だなみたいなのはすごい感じました。例えば東京とかってもう ほぼほぼまある意味というソフィスティケートされたというか,か、うん、綺麗じゃないですかそういうのがなくてもっとプリミティブな感じが見てて面白いなと思いましたねまた行きたいと思いますかインドも,もちろんですはい、うん、好きな国ありますか自分は韓国が自分の母親が韓国人でちっちゃい頃何度か行ったことがあって好きです オーストラリアはいまあ旅行にケアンズに行ったんですけどケアン,、はいまあ、ンズに行った時にまあ結構治安がいいなと思ってて、はい、そうですねまあ料理とかも結構おいしかったんでそういった意味でまあオーストラリアっていうのは結構いいなと思いましたえシドニーとかメルボルンとかじゃなくてケアンズ行ったんですね,そうですね都,都心はなんかちょっと怖いなと思ったんで田舎の方に行きました好きな国はありますか はい、えー、っと好きな国はタイです。<イ>青い空と海とあと食事が美味しいところです。プーケットとバンコクに行きました。じゃあプーケットとバンコクどっちが好きでした、よりー？やっぱりプーケットの方がのんびりできて好きでした。うん、なるほど、確かに東京住んでる人にとってはバンコクは似ている質もんね結構雰囲気とかも。はい,はい。なるほどえー、っと好きな国はありますか？好きな国はアメリカかな。どどちらに？うーんとね。 主にサンフランシスコ、サンフランシスコ。うん、あ、まあ、あの中国系の人が多いんで、馴染みやすいですよね。あえっ、ー、と、行ってみたい国はありますか。今。行ってみたい国はね、アイルランドかな。アイルランド。うん、ビール飲みに来て。はあ。確かにいい、好きな国はありますか。韓国です。<laughs> 韓国。<laughs> はい。美味しいものたくさんありそうだから。アメリカとかが好きです。グアムとか、ハワイとか、海が。 いいっぱいあるこが好きです好きな国ありますか好きな国うーん中国がすごい好きで行ってみたいなっていう風に映画とか見るの好きで、うん、そういう中で映ってる中国とかがすごいなんか都会的な感じもあるけどなんかその中に古さとかがあってすごいいいなっていう。なんか具体的にどういうい映画とか えー、オン・カワイっていう監督の作品なんですけどそれまあ昔のなんか、あのー、香港映画なんですけどそう香港行ってみたいなすごい映像かっこよくて<ー>恋,恋する惑星とか好きな国ありますか好きな国はタイですねタ<イ>はいあのみんな優しかったんであ優しいしみんな結構楽しそうにしてたんであなんかいろんな方法で幸せになることってできるんだなって思ってなるほどえどこに行きましたタイの